火山古墳は、滋賀県安市、東南四津にある古墳。形状は円墳。大岩山古墳群を構成する古墳の一つ。出土橋一面は、安市指定有形文化財に指定されている。滋賀県南部、安川右岸の戦場地に築造された古墳である。北約150メートルには、東南古墳が所在する。1896年に開墾中に、 東京三面が出土したことが知られるほか、1974年に発掘調査が実施されている。墳景は円形と推定され、直径26から30メートルを測る。墳球表面で吹き石は検出されていないほか、墳球周囲に集合も確認されていない。主体部の埋葬施設は木管地下層と推定される。 服装品としては前日の同郷三面があり、いずれも白菜の三角円伸獣郷で各地の古墳の出土郷と同伴関係にあることが明らかとなっている。この古富波山古墳は古墳時代初頭の三世紀後半頃の築造と推定される。大岩山古墳群発起のうちでは、東美奈古墳に後続する首長母に位置づけられ、安川流域では、 最初に三角円新住居が配布された古墳になる。古墳域は1985年に国の史跡に指定されている。1896年の出土鏡を3面の詳細は次の通り。ありがとうございます。